その後は快晴だ。機関車たちが一生懸命働いている。ゴードンはとっても興奮していた。おはよう、トーマス。俺最高の顔してるだろう。なぜかわかるか。なぜなの。公爵と公爵夫人がいらっしゃるんだ。トップハムハット卿は御用列車として俺を選んでくれた。ふんだ。洗車してピカピカに磨き上げたゴードンはお客様を迎えに大急ぎで走っていった。しかし信号が切り替わってゴードンは大使線に入ってしまった。ゴードンは慌てふためいた。これじゃ遅刻しちまう。その時巨大な機関車がロケットのように突進してきた。こりゃあたまげた。あいつは何者だ。ゴードンが機関庫に到着するとすぐにその正体が分かった。巨大な機関車が低くうなっている。君は誰だ。スペンサーだよ。世界で一番速い機関車だ。しかしゴードンは内心舌を巻いていた。僕は公爵祭の専用機関車だ。どこへでもご夫妻をお連れする。静かに。ゲストのためにマロン駅でパーティーを開く。ゴードンの丘からだいぶ行ったところだ。大量の水が必要だぞ。水ならいっぱいあるよ。スペンサーはそう言って猛スピードで走り出した。ふん、親切に言ってやったのに。スペンサーは公爵夫妻をたくさんの美しい名所に案内した。しかし彼は停車して水を補給することは一度もなかった。ゴードンとトーマスがお客を乗せているとパーティーに向かうスペンサーがものすごい勢いで通り過ぎていった。水を忘れるなよ。知るもんか。ああ、きっと困ったことになるぞ。そしてその通りになった。ゴードンの丘で水が切れてしまったのだ。言うこと聞けばよかった。すぐにトップハムハット卿に報告がいった。ゴードンをやろう。ゴードンが駅に到着すると駅長が待っていた。スペンサーの救援に行ってくれ。丘で立ち往生している。急げゴードン。ゴードンはスペンサーに会うのが楽しみだった。水が切れたって。うん、きっとタンクが漏れてたんだ。だろうな。急いだ方がいいぞ。みんなが待ってるから。ゴードンはスイッチするとスペンサーを連結した。そして2台は出発した。ほら、時間ぴったりだ。スペンサーは恥ずかしかった。スペンサーのことどう思う。吹いてばっかりで蒸気が足りないね。よくやった。お前は粗道島で一番速い機関車だ。分かってますって。